それではよろしくお願いいたします。ずっとボルダーとまたポートランドで合宿をしてきましたが、非常にいい状態で練習が詰めているので、どういう結果になるか分からないですけど、非常に楽しみです。僕にとってもそうですけど、その他の30人にとっても、人生の中で非常に大きな意味を占めるレースになってくると思うので、それを逆に楽しめるようにできたら、いい結果もついてくるんじゃないかなと思います。絶好調です、相手に合わせないことですね、最後まで、計算して走るのではなく、前半から、どんどん攻めて、タイムも、それなりに求めていきたいんで、両方しっかりいい結果で終われるように走りたいです。勝つ気持ちはもう変わらないんで、そこはもう優勝目指してます。最後まで集中して粘り切ることが今の強みだと思ってるんで、その強みっていうのを最後の一歩まで出し切れればとは思ってます。勝ちきれないとオリンピックには出れないんで、どういうレースになっても、最後のゴールテープを切るときに、一番でゴールテープ切れればとは思ってます。流れに身を任せて走っていきたいなというふうに思っています。東京オリンピックが決まってからマラソンを目指してきたので、本当、自分自身の目指したものが、目指した舞台が目の前にあるので、それをつかみ取れたらいいなと思っています。トラックで、ロンドンオリンピック出場しましたけど、もう何もせずに、帰ってきたようなものだったので、やはりオリンピックでやっぱり自分の力を出し切って、世界と勝負したいっていう気持ちはまだ持ってますので、やっぱそれを東京の地で、叶いたいなっていう気持ちはあるので、あさってはしっかりと自分の力をまずは、しっかりとあさって出し切って、来年につなげられればいいかなと思ってます。最後まで何が起こるか分からないレースになると思うので、気持ちをしっかり持って、最後の最後でしっかり勝負どころを見極めて、勝負して勝ちにいけたらなというふうに思います。競技のキャリアの中で一つのターニングポイントとなってもおかしくないような重要な大会になってくると思うので、まずはしっかり今までやってきたことを出し切って勝負したいなというふうに思います。スピード面よりも距離をしっかり踏んで、後半どれだけ上げれるかっていう練習をしてきたので、しっかりそれがレースで活かせたらなと思います。必ず MGC で優勝して東京五輪への切符をつかみたいと思っています。東京オリンピックを見据えた時に、自分の可能性を広げたいと思って、マラソンに挑戦したので、また明日はまたその第一歩となるよう、明日ない、明後日ですね、なるような走りをして、しっかりと突破したいと思っています。ベテランとしてみんな負けてほしい。いろんな思いを全部、空気とか不安とか全部、それも全部食って、それを全部エネルギーに変えていきたいと思います。